横浜市青葉区にあるすすきの地域ケアプラザで、毎月第2木曜日に未就学児とその保護者を対象とした交流会が開催されています。このマザール広場は、すすきの地区の保健活動推進委員や民生委員などが協力し開かれているもので、登録や申し込みは不要。希望者は好きな時に参加できるシステムです。たくさんのおもちゃや絵本などが用意された部屋で、子どもたちは自由に遊び、ママたちは子育て経験豊富なスタッフと話をしたり、保護者同士の交流を楽しんでいました。やっぱり月齢近いママさんたちとすごい交流もできるし、ここで出会ったママさんと実際連絡交換して公園行ったりして、お母さんたちと話すことによってやっぱ自分もリフレッシュできるし、結構こういう場に来て次の日にこう寝返りできるようになったりとか、かなり刺激受けてるみたいで、なるべく来れる時は来るようにしてます。またこの日はママたちの運動不足解消のため、ゲストに体操指導員を招き、子どもたちに人気の歌で体を動かしました。マザール広場には保育園の先生も定期的に訪れ、手遊びなどを教えてくれるということです。